YouTube! Hello! 今日のビデオはですね、毎週金曜日恒例のうだうだ投稿をやろうと思います。でですね、うだうだ投稿をご存じない方のために簡単に説明しますと、だいたい10分から15分ぐらいの間、今思ってることとか最近あったこととかをダーッと喋るっていうだけの雑談ビデオでございます。そんなわけで、なんか作業中に BGM として聞き流してもらえたら嬉しいんですけれども、そんなわけで今週のうだうだトークでございます。あれやね、今週のうだうだトークっていう名前ですっごい昔に始めたんですけど、なんかね、月に1回とか2回とかそんな感じでやってたんですけど、最近やっと今週のうだうだトークっていう毎週になりましてよかったなと思ってるんですけれども、そんなことはさておきですね。今日は何の話をしようかな。うちね、この間ルンバを買ったんですよ、実は。で、バスってね、15から18平米ぐらいしか床面積がないんですね。で、それやったら自分で掃除機かけろよって感じなんですよね。で、私もずっと自分で掃除機かけたらいいわと思ってたんですけど、うさぎがね、結構散らかすんですよ、朝起きたら。で、私が家にいてお掃除をできるうちはいいんですけれども、なんかね、今年ちょっと日本に帰りたいなっていう話をしてて、で、家をその1週間なり2週間なり開けてってなると、どなたかを雇ってか、それか旦那の夫の職場の方に1日に2回とか来てもらって、ちょっと心づけを渡してご飯をあげてもらうって形になると思うんですけれど、そうするとね、それだけちょっと長いことほっとくとすごい散らかるやろうなと思ったんですよね。で、ルンバがあったら今ね、Wi-Fi でセットをして、毎日同じ時間に走るように設定ができるんですよ。なんで、ほな、ちょっとそれ使ってみようかっていう感じで買いました。あとですね、ずっと掃除機を自分でスティックバキュームでかけてたんですけど、ベッドの下がものすごいかきにくいんですよ。で、かきにくいがあんまりに、なんかもうベッド処分しようかなと思うぐらいめんどくさかったんですけど、ベッドの下、もう、ルンバを買ってすごい綺麗に掃除してくれて、で、買った日に嬉しがってすぐスイッチ入れて家中掃除してもらったんですよ。で、夜それで綺麗になったねって言って朝起きて、夫がもう一回走らしてみようって言って朝起きてピッて走らして、で、1時間ぐらいぐる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 回ってたんかな、なんですけど、帰ってきて、あ、終わったねって言って、ルンバね、お掃除が終わって、あ、綺麗になったわと思ったら、自分で充電ステーションに戻ってくれるんですよ。で、じゃあちょっとゴミ見てみようかって言ってゴミポケット出してみたら、前日の晩お掃除の掃除機かけたにもかかわらず、すっごいうさぎの毛があってですね、こんなに一日にうさぎの毛抜けてんねやと思いましたね。だから今までスティックバキュームで一生懸命ベッドの下着、なんていうの、掃除機を入れて掃除をしようとしてたのも、あれあんまり綺麗になってなかったん違うかなと思うんですよね。そんなコーナーもありまして、ルンバを買いました。で、結論から言うとものすごい気に入っております。でね、こういう話をすると、ほら、食洗機を買った時に食器も自分で洗わないなんて主婦失格みたいなこと言われたんですけど、私はもう今回はルンバを買いました。で、全然後悔してないです。で、お掃除が嫌いっていうんじゃないんですけど、なんかね、やっぱりロボットがやった方が私がやるよりすっごい上手にできるなーっていうのは今回思いましたね。どうしても掃除機のヘッドで入っていかないところっていうのがあるんですよ。なんですけど、ルンバね、なんか小さいブラシがついてて、シュッ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 ってかき出して、で、吸い取ってくれるんですよ。なんで、自分で細かいところを手でやらなくていいっていうのもあるし、なんか私が四角いところを丸く掃除機かけるよりはよっぽど綺麗になるし、で、なんか今日はちょっとかけたくないな、なんか今日は働きたくないなみたいなことをルンバは言わないんですよ。なんでよかったかなと思ってるんですけど、ルンバに名前をつけました。ちょっと聞きたいですか、名前。ね、うちのルンバ、男の子にしようか女の子にしようか悩んで、男の子やったらボブにしようって、もうロバートでいいやんっていう話をしてたんですけど、今思ったらライアンにしてもよかったかなと思うんですけどね。で、男の子にしようか女の子にしようかって話になって、女の子の方がええかなって名前をいろいろ考えてたんですけど、最終的に名前をサブリナってつけました。なんでサブリナかっていうと、奥様は魔女っていうなんか昔の映画とかドラマがあるんですけど、それの主人公が確かサブリナだったと思うんですよ。で、可愛い名前やし、古風やし、なんかお家きれいにしてくれそうやし、いいかなと思ってサブリナにしました。なんで、買ったのが、税金込みで全部で、なんか$300ぐらい、3万3000円ぐらいかな、今の総合やったら。で、でもあれやね、ルンバ出だした時は多分それの倍ぐらいしてたから、まあ、10年ぐらい前にいつやったかな、日本でヨドバシカメラでなんかデモしてるの見て、すっげえこんなん出たんやーって思ってた覚えがあるんですけど、まあだいぶ安くなりましたよね、パソコンとかテレビと一緒で。なんで携帯の値段はどんどん上がるばっかりやけどねまあそんなこんなで$300で、こういうとあれやけど1日$1で1年間毎日掃除してくれたら全然もっと取れると思って、こういうことを言うとお掃除もなんかロボットにやってもらって、こう食洗機に食器洗ってもらって、洗濯機に洗濯物洗ってもらって、あなた何もしてないじゃないって言われそうなんですけども、とりあえずご飯はかろうじて作ってるからそれで OK ってことにしといてくださいって話なんですけど、食洗機買った時も思いましたけど、私が手で洗うより全然綺麗になるんですよね。熱いお湯使うし。なんで機械っていうのは、まあ、使ってなんぼというか、せっかく便利なものがあって誰かが発明してくれて、それが買える値段であれば買ってもいいんじゃないかなと私は思っております。なんで食洗機とかルンバ、もし検討してる方がいらっしゃったら多分後悔はしないと思うんでおすすめです。あとなんかルンバはこう床にあるものをとりあえずのけて、なんか全部なんか高いところに上げておかないとゴンゴンぶつかるから、そういう意味でも床に物を置かなくなるっていうのはいいかなと私は思いますね。あ、そうそう、あとですね、私この間2、3ヶ月ぐらい前に子宮頸がんのパプスミアっていう検査を受けたんですよ。でその時は普通になんていうかほらサービックスって、子宮頸管かな、なんかそこの、組織を取ってそのがんの可能性がある、なんかそういうものはないかっていうのを、まあ、検査するっていうただのルーティンの検査だったんですけど、私それにちょっと引っかかってしまったんですよね、アブノーマルって言って。で私一回アブノーマルで引っかかったことあって、その時はなんか成人女性の 60% はかかってるとかいうそのウイルスがちょっとあって、まあ、何年か放っといたら治りますって言われてそれだけだったんですけど、今回ちょっとまた引っかかってですね、この間ついにお医者さんに見てもらってきたんですね。なんですけどこの再検査がものすごい痛かったんですよ。なんか何が痛いのかわからないんですけど、なんかそのちょっと男性の方ごめんなさいねなんですけど、器具を入れて広げて中を見てすいません、なんかこれ YouTube で引っかからへんかったらええけど、なんかで組織を撮るんですよ。でなんか写真を撮ったりとかこう光を当ててするんですけど、なんかもうそれが時間が長いしすっごい痛いし、なんかそうなんできつかったんですよ。でなんかねなんか白っぽいちょっと色が変わってるところがあるから、これがそのなんていうか前眼っていうか。なんか良性か悪性かわからないけど何かだったら困るから、ちゃんと組織を採取して検査に回しましょうねって言って、検査の結果はそのうちにお知らせしますねって言われたんですけど、私すっごいびっくりして「先生大丈夫ですか、私がんなんですか、死ぬんですか」みたいなこと言っちゃって、先生に「いやこれは全然がんとかいう段階じゃないし、そもそもがんか」っていうかその腫瘍かどうかもわからないし、もしそうだったとしてもなんていうか子宮の病気はすごいこう進行が遅いらしいから、こうもしそうなっててもこの段階でもし前がんの組織やったとしてもがんになるまでは15年ぐらいはかかるから、そんなに来週どうこうしようっていう話じゃないから大丈夫よって言われました。なんですけど子宮頸がん、特に私39なんですけど、私ぐらいの年齢になってくるとちょっとちゃんと受けた方がいいと思います。あ、そうそうそう、あ、そうだ、ビデオを見てくださっててよくコメントをくださるナオコ・マクレインさんって方がいらっしゃるんですけど、その方にこの間買ったブランドレスのシャンプーとコンディショナーと、あと何やったかな、ハンドローションとハンドソープを買ったんですけど、それの感想を教えてくださいということで、この間やっと使ってみました。なんか私ね、割とこういうの買ってもなんか今使ってるのとりあえずなくなったら使おうみたいな感じで置いてたりするんで、すぐ試したりしないんですよね。で今使ってるのがなんかなくなってから使わないと、なんか洗面所っていうかお風呂場に使いかけのやつが2本とかになるからちょっとねーって思ってたんですけど、でもちょっと使ってみました。使ってみたら結構良かったです。これね多分ね1本ね$3か$4ぐらいやったと思うんですけど、この間ターゲット行ってその動物実験をしてませんっていう自然系のシャンプーとかを見たら結構高かったんですよね。で香りが私はすごい好きでした。でまあ、こういうとあれやけど1本$10とか$20とかするっていうすごい髪の毛トゥルントゥルンになりましたみたいなクオリティではないですけど、でも$4でその動物実験をしてなくて、そのパラベンとかリンとか使ってませんって書いてあるから、私はこの値段やったらまたリピートしてもいいかなと思いました。あとハンドローションは何やったかな、シアバターが入ってて、なんか割としっとりする感じなんですけど、なんかそのさらっとした使い心地に慣れてると、そのしっとりっていうのがちょっとベタっとした感じに感じる人がいるかもしれないなと思いましたね。まあでもハンドローションもなんかこれぐらいの結構大きいサイズで、ちょっと待ってね。ハンドクリームこれぐらいのサイズなんですけど、これで$3 で、これも結構匂いもすごい良かったんですよ。なので使い心地は結構良かったですよっていうことなんですけど、あと、ハンドソープこれ$3だったんですよ。香りはすごくいいです。いいんですけど、このサイズで、このサイズで$3。で、ぶっちゃけ、このサイズやったら、お店に行ったら、普通にハンドソープの詰め替えが買えるなと思うので、まあ、ハンドソープに限って言えばリピートはしないかもしれないですね。その毎回ゴミが出るのもちょっと気になるしね。で、その大きいボトルのなんかマジックソープとかを買って詰め替えて使ったらいいかなと思ってるんですけど、まあそんな感じでブランドレスさんで買ったものが意外と良かったという話ですね。まあそんな感じの今週でしたね。っていうかもう5月って早くないですか？なんかね、1年のうちのね、4ヶ月が終わったってことは1/3終わってしまったわけですよね。ちょっと早すぎるわと思うんですけど、言うてるうちにこれ8月になるねと思ってるんですけど、えらいこっちゃね、なんか気付いたらほんまに40やでって話ですよ。なんかね、今年はできたら9月か10月ぐらいに日本に1回帰りたいなと思ってて、で、いつ帰ろうか、で、もし帰るんやったらうさぎどうしようかみたいな話を具体的に考えてるんで、ちょっと、まあ、オフ会とかができるかっていうと多分そんな長いこと多分入れないと思うんで、まあでも先の話なんでね、まあそんな感じの今週でした。皆さんは今週どうでしたか？とっても素敵なゴールデンウィークをお過ごしになられましたでしょうか？なんかね、ゴールデンウィークね、今年10連休だったらしいじゃないですか。10連休もあったら多分どこ行ってもめっちゃ混んでるし、私多分ずっと家にいるやろうなと思うんですよ。なんかどこ行っても混むし並ぶし、日本って結構並ぶの多くないですか？なんか私ね、行列を見るともういいやと思って諦めちゃうタイプなんで、並ぶところは苦手ですね。だからディズニーランド行ってなんかこう並ぶのも苦手で、こうファーストパスっていうのを買って、なんかもうずるしてすぐに入れるやつ、お金払って金で解決みたいなことやったことありますけど、まあそんな感じですね。なんで皆さんもしよかったら、いろんなゴールデンウィークで楽しいゴールデンウィークやったとか、どこも行かへんかったとか、もしよかったらコメント欄でお知らせくださいませ。はい、じゃあそんなわけで今日のビデオは今週のうだうだトークでございました。皆さん良い週末をお迎えくださいませ。はい。で、まだ日本はゴールデンウィーク中？ほんまやんな。まだゴールデンウィークもあったの中や。はい。ではまた皆さん来週お会いしましょう。バイバーイ。